村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、先日ニュートンというアイゾトープ社のチャンネルストリップというか、分かりやすく言えばエフェクターというのを導入しました。それでですね、もうOK は出て、発売を間近にしている、東谷カオさんの音源でですね、さらにギターをきれいにできないかという挑戦をやってみたいと思います。まずはですね、元の音を聞いてください。とってもいい音です。いい音というのはもう元からいい音でして、これはテイラーのギターですけど、本人さんもとってもですね、気に入った音で、私のギターってこんないい音になったのかなって、喜んで、いただきました。でもですね、それをさらに良くする2つの方法でですね、今回のこのニュートロンというソフトには、トラックアシスタントというのがありまして、それで、人工知能的といったらいいか、そんな形で、音を作ってくれます。ではやってみます。その時にですね、こういうふうに今画面にありますように、楽器をこう選べるんですね。そして、ギターの中でそしてここ、3つがあるんですけども、小中大みたいな感じに思っていただいたらいいと思います。そして、このままネクストとやってみますね。はい、これで音をコンピューターに聞かせます。かなり角が立ったと思うんですけれども、これ、元に戻します。入れます。こういうふうに分析モードと、もう一つはですね、プリセットといって、多分名だたるエンジニアの方がギターという音はこんな感じでどうだろうという、こうプリセットっていうのを作ってくれてまして、ギターそしてアコースティックで、ノーマルなアコースティックですね、12弦ギターとかもありますけれども、これを選んだらもう瞬時にですね、この失礼しました。この並びが変わりました。どんな感じになったかちょっと聞いていただきます。はい、じゃあ切ります。随分音がこもりましたよね。もじき前の優しいアルペジオのところがきます。入れます。
はい、こういうことで、自動でですね、やっぱりちょっとこうハイを上げ気味にしてあります。まあ、僕の感覚から言えばちょっと上がりすぎかなという感じがしまして、で、この上がっているところはですね、今こうイコライザーのラインが書いてあるんですが、こういうギュッとこう上がりやすいところにはですね、こんなような、本当にここが高いのかどうかっていうことが、できるように、これで「Learn」というモードがありまして、そしてこれ以上出た時には、こういうイコライザーラインの他にですね、ダイナミックなイコライザーというのを設定できます。これをクリック、しましたら、ここにダイナミックモードっていうのがあって、ダウンにするのかアップにするか、ダウンですね、ダウンを選んでここをクリックすると、こういうちょっと下になる、ラインが出ます。これをやるとですね、聞いていただくと、いわゆるきつく出た時にコンプレッサーがかかるようになります。トランジェットシェイパーといって、今角を立たしています。ギターはこのシャープモードの方が良さそうですね。で、これも高音、低音、中音によって変化をつけることができます。例えばこれで高音がどんな音出てるのかなと、見ることができます。
えば高音をこうやって上げていったり、高音中域低域、それに合わせた、シェイパーができます。はい、ではですね、じゃあ、バイパスと2つを比べてみましょう。元音です。入れます。今のように大まかに言うと、強いところがちょっとギラギラしすぎ、そういうのを本当に自由自在に編集することが可能になりました。ということで、しゃっくりしすぎたので、このレポートはですね、Facebook のお友達専用としまして、YouTube には上げないで、今日は発表したいと思います。では村長でした。